みんなと約束していた通り、私たちは毎週末に新しいマップを提供しますと。これが最初の一コース目ですよと。毎週末に新しいマップが一つ追加か。ふーん、神ゲーじゃん。ということで、聖人君主の皆さん、こんにちは、ノーワンです。今日は先日フルリリースしたブローフォールズやっていきたいと思います。週1で新コース来るらしいよ。やばくな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 い？はい、マッチョングしました。対戦よろしくお願いしますと。いやでもやっぱりね、このゲーム、つかみ戻ってる。つかめなかった今まで。やっぱりフルリリースして戻ったんかな。なんか今までバグで俺コントローラーでね、掴んだりハンマーぶつけたりとかできないっていう仕様やった。何 ?What? 急に死んだんですけど、どういうこと？これが正式版リリースってことか。返してくれよ、アルファ版を。みんなが無料でやってたこのゲームの頃。でもね、なんかね、今正式リリースして、確かもう1週間、2週間、3週間くらい経ったんかな。あのね、リリースしたては全然マッチングとかね、あんまりしなかったんやけど、まあ、マッチングはしてたんやけど、人数は少なかったんやけど、今回は結構ちゃんとマッチングもしてて、みんな正式版買ってるっていう印象がありますね。対戦よろしくお願いします。ありがとう。可愛くないってか、今日の俺の服装。これ今日の俺のおばちゃん服装どう？休日のおばあちゃんをイメージして作りました、僕は。可愛い。第2試合目、ローリングターンをやっていきたいと思います。てか、あれ？トラップ役のブロッコリーくんいないね。ブロッコリーいないということは、俺がブロッコリーになるということは、これね。このミニオンの力で全てを蹴散らす。おら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 、こいつも蹴散らさないとな。よし、あ、くそ、こいつまだ生きてるのか。よし、こいつを蹴散らさないと俺の人生は豊かにならない。こいつらがいるから。くっそ、やばい、死ぬ。いやー、体が、俺の下半身が、やばい、これ負けるかな。あれ、てかブロッコリーくんいないのに勝手に作動してる件について、ブロッコリー、あ、いるのか、あの奥で湧いてるのか。やばいな、16人クリアから結構早めに行かないといけないけど、ブロッコリーくんのちゃんと行き先もちゃんとチェックしつつっていう感じじゃないとまずい可能性がなきにしもあらずんば。やばいやばいやばい、行こう、これも行こう行こう行こう、危ない、行かないと今これ負けてたかもしれない。危ない危ない、よしよし、行けんね、危ねえ。でここら辺で登ってくれ、うらうらうらや、よーし。あ、なんだこいつ。俺もじゃあエモートしていこうかな。うらパチ。さあ残り2人になってまいりました。どうなってくるだ、こいつらか、こいつらの中の誰かはクリアできそうだな。うわ、こいつらの中、頑張れ頑張れ頑張れ、誰がクリアするのか。この中の2人しかクリアはできないよ。あ、これは、あ、チョコレイチ、あれ、あ、なるほど、こいつ早くクリア、あ、なんだ、え、2人いたのになんでクリアしないのこいつら。わけがわかんない、勝つ気ないやつ多すぎる。セミファイナルスリップフリップやっていきたいと思います。対戦よろしくお願いします。このコースね、結構ブロッコリー有利のコースやから、しっかりとブロッコリーの位置とか見てやらないと。あれ、ブロッコリーどこにいるんだ、ブロッコリーいなくね、ブロッコリーどこだ、ちょっと危ないね、これ冷静に立ち回ろう、冷静に立ち回る必要がある。危ない、ブロッコリーいなくね、ブロッコリーなんか急に消えたりするよね。ちなみにこれ王冠マークついてるのは1、今現状1位ですよとか2位ですよとかのマークだね。ここ、危ない危ない危ない、よしよし、ミニオン取れ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 、うれうれ、あ、くっそ。ここで全ての人類を滅ぼすんだ俺は。いや、来ないか、来いよ、これは来ないパターンか。あー、来た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 、早く来てくんないとミニオンパワーが消えてしまう。おりゃおりゃおりゃ、こういうことだよ。やばい、早く来て早く来て早く来て、おりゃおりゃおりゃ、お、なよ、くっそ、一人しかいなかった、くっそ、まあいいや。よし、キンチキンスキンいるね。これ確かあれかな、このゲームの開発のお手伝いした人かな、確か。お手伝いっていうか、まあ、お金の支援をしてくれた人に、このキンチキンが配られてた気がする。いいね、このキンチキン。かわいいな。すごい、ちゃんとした金だな。跳ね返りもあるわ。おい、今俺しばいたん誰や、このウサギ、俺のことしばきやがったな。許せねえ。ファイナリストの皆様になります。対戦よろしくお願いします。いいねえ。かっこいいねえ、みんな。あ、ファイナルラウンド、これか。ファイナルサークルか。これねえ、なんか最近、多分アップデカ変わったんか知んないけど、真ん中がアンチじゃなくなったんよね。結構、床場が振り切れる時あるから、それを最後まで読み切って、おら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 、おら、しばき散らかして、こいつら全員を。いや、やばい、それやばい、それやばい、それやばい。あ、うわ、くそ、こいつら、こいつら許せねえ。おら、おら。やばい、痛い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 。いやでもなるべくこいつらから離れて。うわっ、やめて、もうやめて、助けて、私は一人で刺して。こういうのはあいつらにまずやり合ってもらうんよ。まずは俺は生還する。俺スナイパーライフル派なんで、
自分は安全なところから人々をしばき落としたいという気持ちがね溢れんばかりなので、こういうね対局を見る力というんでしょうか、私はそういうのを非常に大事に重要にして、おらよししばいだ、あいつしばき死ぬんじゃない、あ死なないから、おらおらおら、くそ、いやー1対1、お前さっき俺のことしばいたやつじゃないか、しかも来いよ、おら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 なんでこいつ全然吹っ飛ばないの、やばい、いやいや嘘だろ、なんだこいつのこの強さは、いや怖い、これ絶対絶対やられる、危ねえそして俺はミニオンを手にする、こいつらを全てしばき切るまでな、おりゃお前もしばかれたいのか、破壊今いい連携やったね、俺たち完璧な連携じゃなかった、今なんかすごいカニいるなんだこいつ、みんななんかすごいカニいるぞすげえ踊ってるこういうとこあるからこのゲームはすごい面白いなって思うわ、いいね、いい踊りだ、いい腰つき、魅惑の腰つきってやつよこれは、いいね、おおセクシー、いいね、この子のライブ映像を見てる気持ちになるわ、なんかお出迎えですねこれは、お前あと1秒しかないぞ、あお前バカ、ほら言ったのにあと1秒しかないよって、負けてるんやけどこいつでも踊りながら死ぬなら本望かもしれないな、こいつからしたらば、あなんだ、なんか消えたんですけど、はは、なんかバグった、どこ俺、ちょっと遊ばせてくれ、俺をジャンプもできない、どこここ天国に来ちまったみたいだ、みんな俺は楽しかったな、いい人生だった、お皆さん来ました、これがおそらく新コースになります、ノープレッシャー、うわーうわ怖い、怖いとこに来ちまったみんな俺はあどういうことこれ、あそういう感じか、あの円の中やと生き残れるって感じか、他やと潰されてしまうけどって感じやんね、おそらくちょっと一回潰されてみたいな、ちょっと潰されたいという願望がペチャ平べったくなったんやけどこれさ上乗っていけるんじゃね、これこれで上、あ上乗れないか、いや上乗れないこれ、あ上乗れないや、上乗れないしようなって、うわちょっとこれむずいな、意外と目で見るより結構むずい、早めに行かないといけないし、ここで次右かな、ここしっかりと、ここ怖いな結構、ここいいね、でもすごいいい感じ、これでもトラップが分かんないな、どうなるか、トラップがどう起こるのか分かんないから、ちょっと分かりづらいが、これ下から行くのか、ちょっと待って一回これ待とう、これトラップで絶対これ出てくるだろ、この床トゲトゲの床が、ここで一旦待って、うわーほらそうなると思った、あれそのままジャンプで行けたんかな、ちょっとやばいな、クリアはしていきたいけど、ここここ、あぶねえ。ここ。うわ、ちょっと難しくね。ここ。よしよしよし。一応クリア。ここ怖いからね。ここしっかりと 見極めて、ジャンプ、この前のトラちゃんかわいいな。ここ。よしよしよし。いい感じいい感じ。ちょっとあとはどうなるかわかんないけど。とりあえず行こうか。危ない危ない危ない。ここもしっかりゆっくり行く。ゆっくり行こう。ゆっくり行こう。ゆっくりで確実に行く。なんかすごいな。なんか中世ヨーロッパコースみたいな感じじゃない？これあれのパクリじゃない、ほらこのトゲトゲついてる丸太とかさ、あの振り子のハンマーのやつとかさ、ナイトフィーバーのパクリではまたパクったのか、目、これがファイナリストの皆さんになります、拍手でお出迎えください、うわー来ちゃったか、これブロッコリーギフト、あれなんかちょっと変わった、真ん中にあんなやついたっけ、これあれないよね、テイルタグと同じなよね、尻尾鬼みたいな感じで尻尾を持ってたやつが爆発するんで、それまでに相手にくっつけようっていう感じなんですけど、あーよかったよかった、俺スタートじゃないね、俺スタートじゃないならこれはゆっくりと回って手にね、あーあれあれあんな感じでプレゼントボックス持ってるやつがいるんで、あれが爆発するって感じやね、あの上の時間で残り20秒逃げ切ればいいっていう感じなんで、まあ、ちょっとここら辺で待っとくか、ここエレベーターあるから、うっ注意したいって言おうとしたけど、すぐに落ちちゃった今、危ない危ない、ちょっとめっちゃやばいやばいやばい、めっちゃ滑るよねここ、滑るからあんまり痛くないなこの辺、やばいやばいやばい、来てるね、来てる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 、危ねえ俺スタートやめてくれよ、俺スタートやめて、ナイスナイス、俺スタートじゃないよね、よし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 、あみんなの残骸が
わっ、何、びっくりした。そうそう、あのブースト使えるらしいよね、1回だけ。あれ持ってる人はなるべく相手をそれで おおって感じないのね。いや怖いな、これ。ここで待っとくね、まあ、基地じゃないかな。怖い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 。これ登ってこなければ多分ここでアンチではないけど、さあ破滅しろお前たち、爆発シアーハートアタック。さあさあどうだ。いや、あと3人いるな。上がってきてるね、上がってきてますね、上がってきてますが、俺も上がりますよと。いやこれ俺ラストじゃね、俺ラストやん。運ゲーで勝ちそう俺。あと10秒。どこ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 行った。いやその階段で上がってこられるのきついけど、いや上がってこないね誰も。これ勝ったらでは、あと3秒。シアーハートアタック撃破。何もしてない。何もしてないんですけど僕。神ゲーなんだよな。